まあそうにしてもね安倍元首相の国葬まであと6日なんですかね、き、まあ、今日21日で、ね、27日に行われるということで、まあ、これも本当なんか、オバマさんが来ないとかね、メルケルさんが来ないとかですね、まあ僕はもう弔問外交としても、僕は大失敗なんちゃおうかなというに思うんですけども、まあ、何よりも国葬が失敗。 というのも裏付けられているというかですね、やっぱり世論調査で、えー、2日前ですかね、えー、日曜と月曜の世論調査の結果というのがですね、マスコミ、えー、5社、えー、まあ,まあその、その中に 3K 入っているんですけど、まあ、3K 除外するとして4社、えー、共同毎日日経、えー、それと ANN ですかね。テレ朝系の ANN。この4社で全部ですね、内閣支持率が急落して、不支持の方が支持を上回るっていうね。でそのうち毎日新聞は29%と、えー、3割を切った、2割台になったっていうのがですね、やっぱもうこれがもう、まあ、もろに国葬とですね、統一教会への批判っていうのが、まあ、響いてるんだろうなというふうに思うんですけどもね。まあ、本当もう僕はもう、 安倍元首相の国葬っていうのは、僕はこんなもん、えぇ、ー、弔問外交としてもまあ大失敗ですし、本当に税金の無駄遣いでしかないんちゃうかなっていうふうに、まあ思うっていうね、まあ僕はもうずっと反対というか反対って言ってるんですけども、まあ今日、や昨日からね、まあ今日にかけて、まあ話題になっているのが、あのツイッターのトレンドというか、ヤフーのリアルタイム検索のトレンドでもですね、まあ1位になってるのがですね、えー、村上 一郎元行,革行政改革担当大臣、行革元行革担当大臣の、ね、村上さんがですね、えー、自民党なんですけども、まあ、欠席するということをなんか表明されたということで、まあ、その理由っていうのがすごいなと思うのが、えー、安倍元首相の国葬について最初から反対だし出るつもりもないというふうにまあ言って ですねでやっぱりそのこれまでの安倍さんの、まあ、政権運営に関しても、財政、金融、外交ボロボロにし、えー、官僚機構まで壊した国賊だと批判というかね、ねまあ、ものすごい強い調子であの批判されてるっていうのが、まあもうこれがもう、なんていうんですか。まあ一 一部というかね白紙喝采みたいなとこもあったり、またあるいはね、この村上さんはひどいなという声がね、まあ、自民党支持者なのか、ネトウヨなんか、なんかはよくわかりませんけども、まあ、そういうのが出てたりとかして、まあまあ、ものすごい波紋になってるっていうことは、まあ、すごいなっていうふうにあの思いますね。 すごいことだなと思うんですけども、これ、みんなが思ってることなんちゃうかなっていうふうにね、ただそれを言っただけっていう感じにしか僕は思えないですね、いや、村上さんが言ったことってはすごいと思うんですけども、まあ、これってみんなが思ってることなんちゃうかなと、うんでまあ、立憲民主党の、えー、大阪政治代表代行とかも、ですね村上誠一郎さん、よく言ったというふうに、ツイッターに書いて、 てたりあと、小西洋之さんも、ね、これ立憲民主党、ね、の小西さんも、えー、まさにとその通りだが、感動したと。 えー、いうことをなんか書いたというのが、トースポのネット記事にも載ってるんですけども、うん、いや本当、立憲民主党もね、まあまあ、あの一応、代表とか役員は欠席するんですけども、あの野田さんとか、ね、現場さんですかね、えー、なんか出るって言ってみたりとか、なんかその辺もうちょっと村上さんの言ってることを見習ったらっていうふうに僕は思いましたけどもね。<laughs> いや、だから僕はね、本当にね、あの、この安倍元首相の国葬問題っていうのは、やっぱり一番問題なのが、やっぱ税金を使って安倍さんの、えー、葬式をやるというのがね、やっぱり妥当なのかどうなのかっていうのが一番の問題なんちゃうかなって僕は思うんですよね。やっぱそのこれまでの安倍さんのやってきたことを、えーまあ、総理大臣ね、8年ぐらいあったのかな、安倍政権。 まあ、二回やったっていうのもあったりとかして、その記録としてはね、評価あのされるべきことかもしれませんけれども、ただ中身がやっぱり評価できるんかなっていうね、森友、加、えー、計学園の問題とかってでやっぱその あの、安倍さんが亡くなったね、直接的な、まあ、原因っていうのがですね、まあ統一協会の問題っていうのが一番大きくあったと言っていいんちゃうかなと思うんですよね。でそんな人を告葬するっていうこと自体が僕はやっぱり、あのー、間違ってるというかですね。で、岸田さんもね、統一協会の問題に関しても、なんかこう、なんていうかね、なんか調査、点検するとか、 言っても次から次からね、あのマスコミによって山際大臣ですか、山際再生担当大臣がなんか会合に出てたとかいろんな接点というのが明らかになってですね、 こんな人を大臣としてあの続けさせるのかっていうね、僕もすそこはすごくおかしいなっていうか、昨のツイッターでもちょっと触れたら、ですね、わーっと未だにこうリツイートなんかされてる、えー、っていうねあの、やっぱりみんな同じこと思ってる人が多いと思うんですよね、おかしいなと自民党ってね。 うんでやっぱ特に安倍さんが首相としてやってきたことっていうのは、まあ、検察の人事をね、あの何て言うんですか、もう人事に介入しようとしたりとかってね、まあ、結局、かけマージャンで失脚しましたけども、あの検事、えー、総長になるかならんかみたいなね、なんか分かりませんけど、まあ、そういうのがあったりとかですね、やっぱその安倍さんのやってきたことに対して、やっぱ評価しない。 人っていうのが、やっぱ多いからですね、この国葬に関しても、反対の方がね、50%超えてると、評価しないっていうのは50%超えててですね、でそういうことをあの強行しようとする岸田さんに対しての評価っても下げてるっていうのが、まあ、直近の世論調査の結果なんちゃうかなっていうふうに思うんですよね。 ね、そこに岸田さんがですね、こう一気一、なんか支持率のことをね、記者に聞かれて一気一憂しないとかですねあの、誠実にやっていくしかないみたいなことを言ってましたけども、いやいや、いやいやと。誠実にやってないからこんだけ評価下がってるんでしょってね、みんな思ったと思うんですよね、本当に。あの、ちゃんと岸田さんがね、最初に言ってた聞く力とかっていう、あれもどこに行ったのかなと思うんですけども、 ちゃんと国民の言うことを聞いてですね、あの、誠実にやってればですね、支持率がこんなに下がることってもないと思うんですよね。不支持の方が上回ってるっていうのを見てもですね、やっぱり誠実じゃないという評価が僕は国民が岸田政権に対して、あの、そういう評価を下してるっていうことだと思うんだよね。支持しないっていうね。 だから僕は国葬なんか僕はやめたらいいと思うんですけども、まあ、まあ、かて結局強行、強行とかやるんでしょうと、もうこんな状況でね、突然スパッとやめたらですね、それは支持率もわっと上がるかもしれませんけども、まあ、あるいはね、統一教会に解散命令を出すんだとかと言ったら、わっと支持率が上がるかもしれませんけど、まあ、そういうことは今の岸田さんにも絶対できないだろうなと。 いううのはねね思うんです、ね、結構ダラダラ、だら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 ね、その場しのぎの,あのことを、まあ、言ってみて、ですねあのもうそういうのがもう見えすぎてるから、支持率も上がらないというか、下がるんだろうなというふうに思うんですよね。だからまあ根本的に何かしようとか、ですねそういうとこが全然見えないとで。いらんことだけ決断早いというね。 この安倍元首相の国葬にしてもそうですけども、あと原発の、えー、新しく作るとかですね。なんかそんなことだけ、あの、いらんことだけ決断早い。だその結果、まあ、墓穴を掘ってるっていうかね。うん。だから僕はもう全然僕は評価できないなと。まあ、最初は岸田さんってもうちょっと、安倍さん、菅さんよりはね、なんかまともなことやってくれるのちゃうかなと思ったら全然違うと。うん。それはやっぱりね、あのー、まあ、 自民党の中でも良心的なね、高知会というか岸田派っていうふうに言われてたんですけども、まあ、あの、内閣の人事とか見てもですね、まあ全然そうじゃないっていうね、うん、そこが僕はやっぱり、まあ、あの、かなり、あの、のダメージになってるような気しますね。まあ村、村上さんもね、まあ、ここに来て反対と言ったことっていうのが、 まあさらにやっぱり世論への影響ってあると思いますね、しかも単に欠席するっていうだけじゃなくて、安倍さんのこれまでのやってきたことを評価してないっていうことをまあ明確に言ったっていうのも、まあ、ここもすごいなと、でまあ、村上誠一郎さんというのは、どこの選挙区なんかなと思ったら、あの愛媛の選挙区なんですね、愛媛2区の衆院選で、えー、あの 当選していると。まあ、この得票数から見てもですね、72,861票で、まあ、あの、三、えー、3人出てたんですけども、2位の国民民主は4万2千三3位の共産党が1万1万一千ということで、まあ、圧倒的に村上さんが得票してるっていうのはですね、まあ、やっぱり、あの、やっぱ得票っていうかね、まあ、当選が固いから、まあ、好き、好きなことを言えんのかなっていうかね、 うーんまあ、これについてね、自民党というかね、岸田さんとかがどういう、多分処分をするのかどうかとかね、まあ、そういうところも気になりますけども、まあ、あの処分されても痛くもかゆくもないんだろうなと思いますよ、この村上さんはね、まあ、前から結構安倍政権に批判的なことをあの言ってきた方だと思うんでね、うん、こういう人をね、こういうまともない人を、 がもっと自民党に増えたらね、まあ、自民党も良くなるんちゃうかなと思うんですけども、まあ、そういうなんかことっていうのはまあないんだろうなと、むしろこうう村上さんみたいな人を、まあ、自民党が離党させようとかですね、た、まあ、叩いたりとかっていう、なんかもう全然違う方向に行きそうな,、ね、なんか感じしましたけども。やっぱり、ね、なんか四国の 四国の政治家っていうかね、まあそう言っていいのか、また語弊あるかもしれませんけど、こう愛媛とかね、あの四国の、あの、政治家の方っていうのは結構反骨精神があるっていうね、なんか僕そういうイメージありますね。自民党であってもね、うん、まあ高知なんかは共産党が強いとかね、えー、そういうのあったと思うんですけども、割とその権力に対しては批判的な、 方が結構いらっしゃるのかなと個人的には思いますけどもだこういう人の意見っていうのをねあの自民党がありがたく聞いてですねねきちんと反映させていくっていうことになったら自民党もね僕はまともになると思うんですけどもまあそうじゃない限りではでではですねまあうん、全然変わらんのちゃうかなと岸田政権になってもね。うん まあ僕はまあそういうのが僕は結局、税金の無駄遣いにね僕はつながっていくと思うんですけど、もね税金の無駄遣いいということを考えても、やっぱ安倍さんの国葬っていうのはまあ全然評価できないなと、外交にも何もなってないと弔問外交にもねオバマさんも来ない、メルケルさんも来ない、名前の知らん人ばっかり来てもしょうがないんちゃうかなと思うんですけどもね。あ,あと え6日ということで、ですね、まあ、この国葬の論争というのも、なんかさらに激しくなっていくのちゃおうかなっていうのは、思いましたけどもねチャンネル登録よろしくね。